はい、こんにちは、キャプテン小路です。今ね、下の方に降りてきました。荷物が届いてますのでね、荷物が届きましたので下の方に降りてきました。今からね、ちょっと倉庫の方に行ってみたいと思います。ただいまの時刻は2021年の、7月の15日、木曜日ですね。お昼の2時、49分になっております。そしてね、ちょっとね、風が強くなっておりましてね、今日の天気はこの後ね、雨が降りそうな予感ですね。雷がね、今鳴っております。はい、それではね、荷物の中身ですけどもね、ちょっとね、ちょっと開けてみたいと思いますね。昨日、おとつい、注文しておりました、ちょっと待ってね。車のね、エアコンのね、ガスですね。よし、いつもよりね、しっかりね、止められておりますね。はい、こんな感じでね、こんな感じですね。あ、ガスね、エアコンのガス2つとしっかり入ってますね。重たいですね。そしてこれが車のね、オイル酸化防止剤、防水、漏れ止めということでね、こんな小さいやつですね。そしてこれが、ゲージですね。あー、立派なもんですね。ゲージが入っております。はい、それではね、もう早速ね、施工していきます。温度を測定してね、まずね、簡単にできると思いますけれども、ね、はい、ちょっとね、準備しますのでね、よし、OK。 特にね、問題なくできると思います。しっかりね、YouTube のね、動画ね、他の人のね、作業してる、動画をしっかりね、何個もね、見たんでね、これでちょっと待ってくださいね。はい、それではね、早速やっていきたいわけなんですけれども、あ、手袋も持ってこな。よし、手袋を準備します。はい、それではね、ちょっと見ておいてください。両側の配管にね、注入しますので、この位置で、はい、それではね、見ておいてください。まずね、
まずね、このオイル添加剤、エアコンのね、オイル酸化防止剤ですね。ピカールのね、オイル酸化剤をちょっと入れますので。そしてこれが、あれですね。これに取り付けるんですが、あ、これ違うな、こっちはない、こっちは。針がね、真ん中に出てますので、これを小さくしていきます。針がね、今出てるんでね、これ奥の方に突っ込んで、そしてこのピカールをね、ねじ込んでね、ちょっと見えてますかね。この手は鼻かすかな。どの辺？この辺とここと、ここなんですけどね。ちょっと待ってね。見えるかな？これで見えると思いますけどね。ちょっと見とってください。そしたらね、これを、まず、入れていきますので、これを先に、つけます。はい、これでね、しっかりね、ついたらね、添加剤はね、オイルが入ってるんでね、これ、下向きにこうした方がいいということでございますね。そしたら、L のね、これにつなげます。間違ってないよね。L につなげまして、はい、つながりましたね。そしたら圧力がね、ちょっと上がってますね。こんな感じでね、しっかりつながったんで、圧力が上がっております。そして、ここね、若干緩めてね、エアを抜くということでございます。抜きますんで、これをね、エア抜きます。ちょっと緩めてね。あ、これちょっと待てよ。あ、抜いてもいいんかな。はい。これでいいでしょう。今、音がしましたね。シューッと音がしましたので、抜けました。そしたらね、エンジンかけてね、注入していくわけなんですけども。はい、エンジンかけます。あ、怖いな。
はい、一瞬で入りましたね。それでは外します。大丈夫かな。はい、動画は外しました。はい、この感じでね、今入りましたので、ちょっとね、蓋閉めてね、外しましたら、ちょっとね、ゲージがね、ジェロの大気圧になっておりますので、もう、ここ入ってないので、これ、外したいと思います。あ、ちょっと入ってましたね。はい、これをちょっとね、外します。ちょっと怖かったんですけども、大丈夫かな。あ、これはバルブを買わないといけないね。このままやったらね、追加補充やから全部ね入ってしまいますね。今ね、とりあえずね、オイルだけ入れたんで、ちょっと見てみます。はい、やり方がね、分かりましたのでね、ちょっとね、エンジンかけてね、少しはね、冷たくなってると思いますけどね、変わらないか。変わらないかな。フットボール日本代表は今月21日に福島市の県営あずま球場で行われる初戦でオーストラリア代表と対戦します。新型コロナウイルスの感染拡大、少しは冷たくなってるような感じがします。まだね、アイドリングをしばらくしてね、エンジン回してみましょう。航空計画していて、現地の日本大使館は搭乗を希望する人の取りまとめを始めました。インドネシアでは感染力が強いインドで確認された変異ウイルスデルタ株の感染拡大などで、昨日新たに感染が確認された人は過去最多となる 54,517 人に上り、死者も991人となっています。インドネシアに住む日本人の間で、はい、こんな感じでね、冷たくなってるような感じですね。ちょっと待ってくださいね。温度計で吹き出し口の温度をちょっと測ってみます。あ、一気に下がりましたね。24度。あ、一気に下がっております。あ、いい感じですね。下がっておりますね。しばらくね、走らして、エアコン効かしたまま走らしてね、そうやって帰ってきてね、先ほど吹き出し口の温度を測ったら24度でしたが、今ね、もうだいぶ19度まで下がってますね。素晴らしいですね。もうちょっと待ったらね、エアコンの配管も冷えるんで、かなり、下がってくると思いますが、今18度ですね。18度まで下がってるんで、かなり冷えておると思います。ちょっとアクセルを吹かしておきましょう。これ以上下がらないかな。あ、下がってますね、どんどん。今15度に行きました。あ、また一気に下がったね。今14度ですね。いいですね。
はい、今12度になろうとしております。あー、すごい下がったね。12度ですね。 12.5 度ですね、今ね。はあはあ、すごい下がりました。一気に今ね10度に下がりました。もう十分ですね。十分冷えてますね、よくね。はい、12度にまた戻りましたけれども、走らせるとね、下がると思います。今12度ですね。室温がね、今この状態で今2にしてますけどもね、強風じゃなくてね、強風にしたら音がね、ちょっとあれなんで2にしておりまして、そして室温ですね。室温はどれくらい下がったかな。ゆっくり上がってますけれどもね。はい、いいのではないでしょうか、これでね。うん、いいね。すごい冷たい風が来ております。はい、これでいいと思います。すごい冷たい風がね、全然違いますね、やっぱりね。うん、いいな。ああ、冷たい冷たい。ちょっと今日にしてみましょうかね。お部屋の温度は今ね、部屋の温度もね、車内の温度もね、すごく下がっております。18度ですね。風のないところで、20度になるかというところでございますが、快適な温度になりましたね。快適な温度ですね。はい、いかがでございましょう。もう一遍、福井出し口戻してみます。今3、先ほどは2でしたけれども、今3にしております。そして温度が18度ですね、今のところね。18度から下がらないかな。2にしてみます。2にしたらまだ下がるかもしれないね。2にしてアクセルをふかしたら、あ、下がってきましたね。14度。アクセルをふかした方がいいかな。上がってきますね、アクセル緩めたらね。今15度ですね。16度。でもね、アイドリングで状態でね、18度ですのでね、すごくね涼しいと思います。
これでね、しばらくね、様子見たいと思いますね。はい、それではご視聴ありがとうございました。今日はこの辺で終わりたいと思います。ね、またね、エンジンしばらくかけてね、後日ね、これね、穴を開けたらね、これ、200ミリリットル入ってるんで、もしね、余るようなことがあったら全部ね、入ると、容量オーバーになってしまうので、ここにね、取り付けできるバルブをね、買ってね、見ます。買ってから、また、後日ね、追加補充でね、入れたいと思います。とりあえずね、この、ピカールのエアコンプロテクター EX ね、これにもね、ガスが、オイルが 10ml で、ガスが入ってると思いますのでね、ガスが20かな ?20 入ってるんよね。全部で 30ml で、オイルが10。だから20ガス入ってるんで、これで、ある程度ね、またね、復活したと思います。そういった漏れ止め台も入ってますので、ね、ゆっくりゆっくり漏れてきてるんだと思いますのでね、またね、しばらくしたらね、追加補充します、ガスをね。やり方わかりましたのでね。はい、それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。